こういう料理は毎日食べますか？人がたくさん集まった時に作って食べます。そのご法事とか結婚式とか、こう人がいっぱい集まる時にこうお重に入れ て、 おせち料理の、まあ、お正月はおせちみたいにお正月も作りますし、あとはお盆で遠くに行ってる家族が帰ってきたりした時に作って食べさせます。なるほど、はい。可愛らしいです、形は、うん、日本ではね、3月3日が女の子のお祭りということで、ひな人形を飾って、うん、そのひな壇の前にまんじゅうをね作って、お供えして女の子の成長を見守ってお祝いする行事があるんですよね、はい。女の人だけ食べますか？いえ、みんな食べます、ええ、鮭の体の部分ですよね、はい。そしてこれがお腹に入っている将来生まれると子供になる部分、はい、鮭の親子寿司。あ、はい、ご飯は酢を入れているので、はい、お寿司なんです。あ、こういうのお蕎麦はね、この辺では畑が多いので、はい、こういうお蕎麦を作ってるのよ。これはね、お醤油で作ったタレ。タレ、うん、はい、私は醤油も作ってんだよ、はい。おいしいです。うまい。結婚式とか、はい、そういう時にこれを全部お膳で塗り物で、そして食べる、こうやって出す、うん。ご飯のおかずには何でも合うから、お客さん来た時に一番のごちそうだっていうことで、はい、それでお餅っていうのが始まったの。あ、そうです。